これで幕引きとさせてください。その頃はもう最近食欲ないね。特に脂っこい肉は胃が受け付けん。それならいいでしょう。俺は嫌ってほど桐生さんの怖さ知ってます。はあ、なんでここやねん。大吾。はい。なんやこれ、丸焦げやないかい。ん、なんだ。ええ、それがどうした。さあ始めようか、桐生ちゃん。何、桐生さんもいい年になった。今面倒見てる子供さんたちも。おい、お前たち、うちの子供たちに悪影響だろうが。なんで俺なんだ。勝手な話だな。